はい、どうもこんにちは。ですね、以前大雨が降ってしばらく水汲んでたんですけれども、やっとね、今日かなりの作業を経てまた掘れる状態まで持ってきました。結構ね、水汲みに1時間以上かかったかもしれないんですけれども、まあこれから掘ってみてどうなるか、ちょっとぼちぼちやってみようかと思います。ただね、残念なことに明日からまた雨なんで、今日1日掘ってからまた多分水没するんじゃないかなと思います。まあやってみましょうかね。はい、今ね、今日の一発目ですね。掘ってる土を崩してたらなんか出てきました。多分化粧水の瓶じゃないのかな。さあ洗ってみよう。土すごいなこれ。でも形変わってるね、かなりね、良さそう。おっと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 、どれどれどれ。おお、これはね、これはね、化粧水の瓶だね。ただちょっとこれはね、自分見たことないね。で、エンボスも何もない。近い形のね、化粧水の瓶にはあるんですけど、こういうね、こうなんか、やたら凝った作りのはね、まだ持ってなかったですね。これ汚れ落とすのは大変なんですけど、これはかなりいいと思いますよ。うん、今日の一発目、いいですね。よし、やりましょう。これはね、なんかもしかすると、割れてなければ自分が探してるタイプの瓶か。あー、割れてる。あー、くそ、惜しいな。破片二つ目。まあでもね、ちょっとこれは気になるんで洗いますね。ほーら、かっこいい。エレクロイド4エクスター、あー、公共、公共。これはね、何かこう結構重要な薬の瓶で、あー、割れてなければいいんだけどね。まあこれは破片持って帰りましょう。惜しいな。でももう一回出てくれると信じて掘りましょう。今またなんかちょっと出てきたっぽいです。日記水って割れてないといいんだけど。あー、電球か。久しぶりに出てきたね。いい感じっぽいね。おお、落っこっちゃった。茶色の瓶かね。ちょっと洗ってみましょう。あー、茶色の瓶ですごい銀化してるけど、これ線がついてるな。エンボスはないね。ちょっと線を撤去してみよう。あっさり抜けたっぽい。はい、こんな瓶だね。多分ね、これね、ちょっとこうブルーっぽく見えるのは、これはね、すごい銀化してるせいだと思います。いいね。ちょうど今ね、夕方5時過ぎたんだけど、今日はね、取っかかりが遅くなっちゃったんで、まだまだ頑張りますよ。これは、のり瓶再びだね。ああ、割れてない。結構銀化してるっぽいね。まあ、洗ってみますか。よし。よいしょ。おう、またもや、いい色だね。はい、気泡に、こっちにも気泡。うん、割れかけなし。いいね。なんかこう、綺麗な色してんだよね。この時代のこういうのり瓶ってね。いいね。頑張りましょう。おう、またすぐ来たよ。これは久しぶりの三連氷炭日記じゃないかな。あ、割れてないね。いいね。はい、洗ってみよう。はい、行きました。綺麗な三連氷炭日記。いいね。いい形してるね。傷もなく、とても綺麗だね。いや、いいね。なんか今日もなかなかいいディギングになってきたんじゃないですかね。いや、嬉しいね。よーし、頑張ろう。長い瓶が出てきたけど、これはもうちょっと掘ってみないとダメっぽいね。と思ったら割れてたね。
クビンっぽいね。はい、あ、じゃあ洗ってみよう。ああ、ちょっと線を取って中も洗いましょう。M、 これはマルゼンのインク瓶だね。スクリューがついてるからこれはそんなに古い時代のじゃないね。ああ、また出てきたね。よしよし、まだね、日が高いんでもう少し頑張りますよ。はいはい、落ちてきたね。これは茶色の瓶っぽいね。ちょっと洗ってみよう。はい、オッケー。エンボスはないんだけど、いや、そこにね、なんか三角形のマークがあったっぽいけど、もうね、古い時代の瓶だからエンボスがわかんないね。仕上がりもね、縮みがあったりして、まあ結構古いもんですね。まあこれはこれでいいんじゃないですかね。嬉しいね。なんかいいものが出てきたっぽいね。よいしょっと。おお、いいね。洗ってみよう。おお、いいね。これは四角いタイプの昔の瓶だね。四角いのはね、あんまりなかったりするんで嬉しいですね。これはいいね。色合いといい、気泡といい、形といい、何も言うことはないね。よし。こういう時ね、こう体力がある限りはね、太陽沈まないでくれって思うんですけどね。まあやってみますか。はいはい、いきなり落っこってきた。これは日記水だね。ひょうたん型、今日2個目だな。すごいな。洗ってみよう。はい、これ。ああ、綺麗な形だね。で、あとこれもね、なんかこう、微妙にね、形の違うものが瓢箪に来てとても多くて、これもね、自分が持ってないタイプですね。いやー、悪くないですね。なんか今日、太陽が途中から動かなくなってるみたいな感じなんで、うん、このままだいけるね。よしよし。はい、どうも。調子に乗って掘ってたら、もういつの間にか7時過ぎちゃってて、まずいことになってるんで、もう今日はね、さすがに撤収します。一応ね、何日かかけてこう水を汲み出してね、やっと天気の条件が良くなって今日ディギングできたんですけれども、明日から連続雨なので、ガレバの刷毛はまたしばらく水没すると思います。まずですね、今日残念なものからいきますけれども、はい、まずこれ、英語のエンボス入りの六角形の、国交って書いてあるのかな、何だったんでしょうね。これ前もね、破片を見つけてるんですけれども、このガレバの刷毛終わる前にこれの割れてないのがね、一個でも出てくれれば最高かなと思っております。はい、次。これはね、多分ね、布袋さんとか大黒さんとかのね、レアな日記水のような気がするんですけど、まぁ、ちょっとね、調べてみます。どっちにしてもね、刷毛ですけれども、貴重なものです。はい、同じように、こちらね、これはおそらくバット型日記水の、破片ですね。バット型日記、自分はまだ持ってないんで出てきてほしいところですね。はい、で次ですね、今日最初に出てきたのがこの化粧水の瓶なんですけれども、わかりますかね、こっちにこうボコボコっとこうね、2箇所突起があるんですよ。持ちやすくしているのか歪みだったのかは謎です。で、断面もね、こんな感じで、とてもですね、おしゃれな瓶です。ただ汚れを取るのは大変そうですね。まあ楽しいからいいんですけれども、まあ、これが今日の一発目でしたね。はい、それからこれですね、また出ました、のり瓶です。もう見てもね、この時間に見ても分かる通り、こう気泡が大きくてですね、なんかうっすら光っているように見えますけれども、ウランなのかどうかは怪しいところです。それとですね、こちら
大弾きとビー玉ですね。今日もやっぱり拾いましたね。はい、それから茶色の瓶ですね。ここではこうしばしば出てますけれども、これはかなり色の深い茶色の瓶です。悪くないですね。で、はい、同じく茶色の瓶、こちら小瓶の方ですね。まあこれもね、いいんじゃないでしょうか。こういう瓶はおしゃれなので、たたずまいが素敵です。で、あと小瓶というと、今日ね、洗い物しててこう途中でね、またこんな四角い、多分化粧水のね瓶か試供品の瓶か、香水の瓶か、まあそういったものですけれどもね、1個見つけました。お得ですね。はい、でこれがですね、インク瓶なんですけれども、蓋付きです。スクリュータイプですけれども、ここに M 丸善の中型のインク瓶ですね。あまり古い時代のものではないようですね。はい、で次これです。いやー、いいのが出ましたね。四角いタイプの、昔の瓶です。多分ね、薬が入ってたんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと分かんないですね。同じようなものはね、こう2個ほど在庫があります。そんなに多く出るタイプの瓶ではないですね。はい、でいよいよ来ましたね。今日はひょうたん日記祭りだったようです。まずこちら、綺麗なね、三連ひょうたん日記水ですね。非常に嬉しいですね。で次がこちら、可愛いですね。小さいタイプの、ひょうたん日記水です。まあ、今日はねこんな感じで、なかなか有意義なディギングになったと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。急いで荷物をまとめてとっとと帰ろうと思います。